労働時間の短縮、ワークライフバランスの充実、有給休暇の義務化、日本のワークスタイルが転換期を迎えている今、企業は働き方の新しいスタイルをさまざまな形で導入し始めています。山口県山口市、ここに子どもと過ごせる職場づくりに取り組む企業があります。創業は2018年11月、株式会社ベースプロスパーは、新築リフォームをお考えのお客様に住みよい理想の住まいづくりをご提案している工務店です。新築やリフォームは楽しく打ち合わせができること、それがお客様にとって満足のいく建物を作る一番大切なことであると考えています。機能性とデザイン性を兼ね備え、快適な住まいで暮らしていただけるように、プロの目線からしっかりと提案を行います。新しい団地で南側道路という観点からどうしても目線が気になりますので、それをプライバシーを確保しようということで、高い塀を作り、コートハウスというプライバシーが確保できるよう提案しております。南側に4メートルの塀を設けておりますので、直射日光が入りにくい場合があるんですが、天空光といいまして、空からの柔らかい光が回ってくるように窓の高さを大きくし、光が反射するように計画しております。晴れた日も曇った日も光量が変わらないんです。だからこの家も曇った日でも光が十分回ってくるという設定にしてるんですよね。それでは働き方の新しいスタイルについて聞いてみましょう。新しい働き方の取り組みとしては、小さなお子さんがいる社員もいるので、子どもも一緒に会社に来てもらって、子どもの面倒を見ながら仕事ができるようにしました。職場であり家のようでもあるので、小さなお子さんがいる人も安心して働くことができるようにしました。預け先に困ることもなく、また家計の面でも大変助かっています。あっという間に成長していく子どもとの時間を一緒に過ごせて安心して働いています。その泣いた時に、自分がこれをしないといけない、もうちょっとで期限があるのにっていう時は、他の方が、みんな仕事の状況とか把握されてるので、外へ連れ出してくれたりとか、やっぱり皆さんが手助けしてくれるっていう、その状況が一番助かってます。働き方が多様化する世の中ですので、既成概念を取り払って考える必要があると思います。常にお客さんのためになっているか、社員のためになっているかなどを考えながら、世の中の感覚と合わせていかなければ企業としての成長はないと思っています。これからも社員の満足度を高めていけるよう、一つ一つの声を大事にしながら邁進していきたいと思います。家で子どもの面倒を見ながら仕事をする働き方もありますが、職場内に子どもが来ることで安心でき、仕事にも集中できる環境になるのですね。